y イコール ax が、こちらが比例の式ですね。y イコール ax の形になる、こちらが比例の式。そして、右側にあるのが y イコール x 分の a。これが反比例の式ですね。比例と反比例の形、しっかりと覚えているでしょうか？比例と反比例をまとめて、こう読んでいます。関数。関数は関係がある数。関数の中で比例と反比例は兄弟姉妹のようなものなんです。関数というのはどんなものかと言いますと、x がわかると。x が1や2や3や4なるのようにわかると、y の値もわかるようになっています。こういう x と y の関係を関数と呼んでいて、その中に比例と反比例が入っているんですね。ここでちょっと全体の見取り図を解説しておきます。それでは例題1ちょっとやっていきましょうか。1から4、日本語で書いてある文章ですけれど、x と y は関数か関数でないか考えていきましょう。x がわかると y もわかればそれは関数なんですね。さあ、括弧1番。地球が太陽の周りを x 回公転すると、y 年の時間が経過する。1回地球が公転すれば、1年経ちますね。なので、x が分かれば、y がそのまま分かるので、これは関数です。丸つけておきます。で、どんな関数かというと、x に1をかけた数、つまり y イコール 1x。まあ、係数省略されて、ただの y イコール x になってます。関数のうち比例になってます。続いて、括弧2番。地球が太陽の周りを x 回公転すると、人間は y 回くしゃみをする。地球が何回公転しても、人間がくしゃみをする回数というのは、見当がつかないので、関数ではありませんね。×をつけておきましょう。続いて、括弧3番。500リットルの水が蓄えられており、1日に X リットルを使用すると、Y 日でなくなる。X が10なら、Y は50日。X が100だったら、Y が5日でなくなるというふうに、X から Y の値がわかりますので、これは関数。それで、どんな関数だったかというと、y イコール x 分の500。この式の形は反比例なんですね。関数の中の反比例になっています。さあ、最後、括弧4番。500リットルの水が蓄えられていて、1日に x リットルを庭にまくと y 本の木が生える。1日に100リットル撒いたからって、生える木の本数というのは、まあ、わからないですね。魔術を使わない限りわからない。少なくとも数学ではわからないので、これは×。関数ではないんですね。さあ、ここまで x がわかると y もわかるものが、括弧1と括弧3番。そして、それらは大きな塊だと関数と呼ばれていて、その関数の中に比例と反比例が入っています。ここまでしっかり整理して理解しておいてください。